えー、初日は、初日は生駒さんは名古屋で舞台挨拶。前田さん、淳さんは、あと山田監督は本劇場で舞台挨拶をされましたが。鑑賞された皆さんの反響などはいかがでしたでしょうか。生駒さん、お願いします、はい。えっと、あの、本当にさっきも言ったんですけど、まあ、名古屋で昨日、あの、劇場。あの、初日を迎えて、こう名古屋で、あの。一人で舞台挨拶をしたんですけど、あの、結構、私の。 乃木坂の活動してる時のファンの方がたくさん結構見に来てくださっててで今日も握手会で直接昨日どうだった映画って聞いたらめっちゃ怖いって言ってくだ,くださってあちゃんと皆さんに怖いって思ってもらえるものをみんなで作ることができてあと私もそれに参加して少しでも皆さんのこの夏の恐怖の思い出に私の名前がついたんだなと思うと。 本当になんか手応えを感じたというか握手会は結構楽しい会話がたくさん毎回行われるんですけどあの怖かった、うん怖かったっていうちょっと面白い会話ができてすごく楽しかったですすあありりががととううごござざいいまます。 それでは前田さんお願いします、はいえー、と私もですねあの、ツイッターとかであのコープスパーティーのファンの方からあのフォローしていただいたりとかあの篠崎あゆみちゃんのファンの方にもフォローしていただいてあ,のあゆみちゃん、すごくよかったよってたくさん言っていただけたことがすすごごくととしました <laughs> ありがとうございます <laughs>、えー、そんな原作、監督の思いがこもった作品を見た皆さんはいかがでしたか。よかった <laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。とすそれでは出演者の皆さん、コープスパーティーでご自身の登場シーンで注目してほしい点がありましたら。ぜひ教えてください。と今回すでに上映を見て、見ていただいているお客様でございます。二度三度と見ていただくためにも、ぜひお願いします。それでは生駒さんからお願いします。う,うん。やっぱり。 オートするところ <laughs> あそこは結構今まで見せたことまあ結構見せたことない表情をとっていただいたんですけどこれはもうしばらく見せないよなと思うので多分この「コープスパーティー」じゃないと見れないと思うのであの生駒ちゃんオートしちゃったよみたいなの, <laughs> あの直ミちゃんがやってるんですけどそういうのもちょっとあの皆さんあのまだ見てない人にあの言って。 って言った瞬間を捕まえてまた2回3回と見に来ていただけたらなと思いますお願いします大丈夫腰。ありがとうございますと,すませんとここで主演の生駒様より とコープスパーティーに関する重大発表があるそうですね。はい、はい、えっと実はですね。すスペシャルバージョンとして、コープスパーティーアンリミテッド版という分かりやすく言うと、今見たのよりもっともっと怖いのが公開になります。<わ>えー、そろそろえっと盛り上がっておりますが、お時間となってしまいました。えっと最後に映画を見ていただいた皆さんに一言ずつお願いします。といこまさんお願いします。はい。 えーとコープスパーティーは昨日の8月1日にあの公開になったんですけど9月にまたもっとバージョンアップしたものが公開されるなどまだまだコープスパーティーの勢いは止まっていないので皆さんこの波に乗り遅れずに一緒に楽しんでいただけたらなと思います。今日はお忙ししいい中集ままっっててくださって本当にありがとうございました